いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、ファミリーマートより2020年1月21日に発売された、ダブルカルビおむすび、牛焼肉&塩豚カルビ。本体価格195円、税込み210円、こちらをご紹介したいと思います。こちらは、販売地域は東北、関東、東海、北陸、関西、中国、四国、九州となっております。牛カルビと豚カルビの2種類を合わせた、がっつりボリュームのあるおむすびです。ご飯は醤油ベースのブラックペッパーが効いたパンチのあるご飯で食べ飽きない仕立てです。牛カルビは甘辛い焼肉だれ、豚カルビは塩だれで味付けしましたという商品です。ということで、これ一度で二度美味しいということで、こういう風に黒胡椒ご飯と牛、そして塩カルビ、塩豚カルビね、なっています。そしてこちらベルマーク商品ということで 1.5 点入っております。そして国産米塩です。カロリーは1放送あたり309キロカロリー、炭水化物は 55.6g となっております。そしておむすびダブルカルビというふうにこうになっております。小麦、卵、乳成分、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉が入っております。では開けていきたいと思います。見たと思うんですけど、これ結構分厚いですからね、結構分厚いですからね。横はなんかすげえな。横はなんかすごいな。なんかすごいことになってるな。なんか割ってみましょうか。オープン。おお。お、こういう感じですね。ではいただきます。こっちが今牛ですかね。うん、おいしい。うん。こっちもいただきます。うん、豚だね。そしてブラックペッパー4です。甘辛い塩だれとブラックペッパーの味で、まあ、飽きが来ないで、牛焼肉と豚カルビの違うんで、もう食感が違うんで、もう楽しみに楽しめる。これ一つで、まあ、でかいけど210円は安いと思います。ぜひね、このダブルカルビ、また一緒に、まあ別々に食べましたけども、な一緒に食べるとさらに美味しいと思います。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画面白いなという方はぜひ、チャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれれば喜びます。では、じゃあね。